時はスマブラ戦国時代、数々のファイターが天下統一を狙う中、突如現れた別世界の住人により、オンライン環境はスティーブ、カズヤ、コムラの3強となっていた。そんな中、反響を翻す恐れ知らずのファイターが存在するのだった。どうも、マスクメロン佐藤です。相手はストロベリー高橋、生き別れの兄弟です。皆さん、うんざりしてませんか？オンライン入ったらホムヒカ、朝起きたらホムヒカ、ページめくってもホムヒカ、蚊に刺されたら、そう、無比ですね。もう多すぎるんですよ。なんだよ、もう、またかよ、飼育映画になっちゃうんですよ。なので、こいつカウンター多すぎるな。カウンターしとこう。もう、100名やん、これ、100名カウンター。で今回はスナベラのジョイゼンのね、ライツさんに、ホムヒカ駆除できるキャラいませんかって聞いたところ、なんとね、どうも、失礼いたします、ここで。当たりませんでした。どうも、飼育とか月光とか、その辺行けるよと教えていただいたんで、もう本当に謝罪のいたす限り、毎回もう本当お世話になってます。お互い10万人一緒なんで、僕はいいので、ライトさんの、チャンネル登録してください。僕はファンザでも登録するんで。そこでもうカウンターマンじゃん。そこカウンターして、もう毎回こういうキャラの待っていまーす。ソアリン6時間待ちでーす。はい、1つ取っていく。こういうキャラの話になるたびに、僕が言ったところで説得力ないんですよ。お前別にスナバラ上手くねえだろって。だから借りてる権力レンタル7泊8日、最強の人をバックにして生きがってます。これ的を信じてやってることマジで変わりません。はい、カウンターね、読めてます、全て。はい、回避もカウンターも全て買ってしまう。しかもご丁寧になんか動画のネタで使うことも、いや、そこでカウンターするんだ。あ、さすがにもうしてくないと思ったけど、もう動画のネタにすることまで全て見抜かれ、対ホムヒカのね、なんかアドバイスしてたりで、もうこれ負けるわけない。最強プレイヤーのおすすめキャラなので、そっと帰ってくる。プラス私、一般プレイヤーの私、つまりゼロになります。キャラ性、はい、全てを差し込んで入れ込みしたところで当たらないというこの結果ですね。やべ、これ帰ってくるか。届く、シークさすがだな。まあ、実質だってあれですから、ゼルダの女版、いや男版ですから、ね、抜いたらすごいみたいな、そういう感じですよ。ああ、行き過ぎちゃった。行き過ぎ、今の半身がすごくない？よく空港が出たと思いませんか？で、ここで、知っていく。きらめけ魂！思ったより当たんないんだけど、体感では、公園のさ、なんか、石の裏とかしたら虫がいるぐらいの確率でいると思ってんだけど、一緒に戦おう！やっちゃった。嘘でしょ？成人がいます、ここに。あったけー、敬意を払いたい。くたばれ、ザコガン！シーク強くない？もう、ホブヒカとかどうでもよくなっちゃってる。本末は転がってる。強いキャラだとは、まあ、してたんですけど、これほどまるとは。シーク使い方の理由もう一つあって、その、まあ、ホブヒカぶっ飛ばしたいっていうのもあるんですけど、ボイド読み方合ってるかな。海外でクソ強いシーク使いのプロがいて動画を見まして、あ、俺もこれなろうと思って、トレスしまう、完全に。ボイド、どうも、ボーカルのごとくです。強くない、今の。こうバナンって言われてますけど、復帰で殺しちゃえば問題ないですからね。これ、ホムヒカにも、これも実質もすでにホムヒカの対策してる。しゃがんで避けられてしまう。なんで歩かなかったのかよくわかりませんが。シーク使ってて、一番大切なのは、冷静になることだって言ってました。僕が一番苦手としていることですね。一番冷静から最も、もう遠い男なんで、もうガノンとか使っててね、こうあー、それビリビリしすぎ、ビリビリ玉。サムス相手にしてると近づけない。いや、どうしようみたいな。わかるでしょ、あるでしょ。そんなことありません。ストレスフリー。機動力は正義。現代社会にこれ一本。アリナミンシーク。これで、サムスを一本ね、世界に一本持っとけばいいんですよ。社会に。もう人間社会、そう、家族、家、全員に配布しましょう、シークを。一生相手の近くで、もう粘着して、で、プロゲーマーのもうゴースティング並みにね、こうやって粘着するでしょ。で、技の発生と、突きで殺す。今わかります？相手が吹っ飛んでいたのに撃ってくると思いましたよ。もうこちらの技で、相殺できてしまう。あまりにも強すぎる。112%。もう殺せます。あれしたいんだよな。NB から。反射神経がマジでおじいちゃん。全然反応できなかった。いや、回避上がりしそうな雰囲気あるんですよ。サムスやっぱ回避上がりしたい人と、空母で吹っ飛び倒したら撃たしたら、そういうことなんですね。わかります。で、これ、あえて、今のわかる？狙いましたからね、今。届かないと思ったでしょ。下 B 振ってんな。じゃあこれ当たって帰ろう。そういうことですね。あ、そのタイプか。NB で当てて、下 B って確定みたいな崖外のコンボがあるんですけど、私それ一回も成功したことないんですよ。シーク使いとして、まず未熟すぎる。後ろを投げる。ここで、この崖で殺したい。回避読み、一点読みしよう。フライングゲット！ホムヒカですね。大体よろしくお願いします。せっかくさ、対ホムヒカどうしたらいいのかまで教えてもらったのにさ、ガノンって負ける要素なくない？シークの10発が、ガノンの一発と巷では言われてます。はい、日本円とドルの関係だと思ってください。あー、気持ちいいね。素晴らしいね。もう理想とするコンボ決まってる。もう完全に相手、俺もう気持ちよかった。上気持ちちゃってるもん。気持ちよかった。ナメプされてるわ。でも滑舌も終わってるしね。本当に俺の最近ショート動画出してるんですけど、もうコメントで滑舌すぎてね、これ前向いた気がするな。サチステスとかね、言えない。舐めすぎでしょ。もうやりたい放題じゃんお前。本当に。しかもライバルさんの完全にパクリね。人の動画スタイルをパクって、最後クソみたいなコンボ今の確定すんだ。まさか、もうね、純粋信者すぎるってもあるけど、さすがにオリジナル要素を出そうと思って、作り始めたんですよ。作り始めたんですか、ショート。そしたら、気づいたら一緒なんですよ。あれ
相当信者だからマジ許してほしい。ナイス、合わせたい。これ56年前かな。待って、これ合わせたい。ここ、え、回避間に合うんだ。こっち飛ばせ、こっち、こっち飛ばして、ニワトリ、ニワトリこっち任せろ。いらねえじゃん俺、なんでいるんだよ俺、いらねえや。なんか56年前に高校生の時に、なんか明日は天気悪いみたいな、休校になるかなみたいな、学生あるじゃないですか。そしたら次の日クソ晴れてて、あのツイッター、死んだわ。なんかツイッターいじったらライブラリーさんがタイマーに出てきて、めちゃ晴れてるみたいなツイートしてたんですよ。で初めてリップ送ったんですよ。あのボルトロスはどこ行ったんですかみたいな。そしたらリップ返ってきたのね。死ぬほど嬉しかった。まだ YouTube やるまいよ。なのになんか何もしない頃に、あっちは絶対覚えてないけど、返された方はね一生覚えてる。なんで返ってきたんだっけな、いや忘れてんじゃん。なんかあの俺が捕まえちまったよみたいな。それからね、僕は一生ついていこうと思いました。なんでリポ返すことは、いや大事だなと心の中にその瞬間に私は思いました。 94% ね、決めて NB。 これああ、配達間違っちゃった。シークです。最新のバージョンでゼルダとシークが合体したので下火で変身できるようになりました。おかしいでしょ、3時間、いやもっとやってんな。おかしい、ほぼ引かどころか、もうスティーブもカズヤも当たらん。 VIP だよ、VIP に、あの VIP に3時間こもってホムヒカ、シーク、カズヤ、カズヤ、シークじゃない、何言ってるか分からない。その3体に当たらないことありますか。あるんですよ今ここに、その現状が今ここにある。だからあの母数を増やします。僕が、俺がホムヒカを使うで、みんながホムヒカを強いと思う、つまりホム、宅急便も捨てきてしまう。ヤマトなのか、それともあれなのか分かりません。これ届かないと思うでしょ、当たるから届きます。あー消えた。もうね、アイテム2体煽られてる。あのアイテムすげえ俺のと煽ってくるんだよな。毎回相手に殺された気がする。もうホムヒカを俺が使うことによって、実質シークでホムヒカを倒していくことになる。そう思いませんか皆さん。そうなんですよ、強え、当たるんだ。このキャラマジで強いんだよね。さっきから使ってんだけど、マジ 5連勝ぐらいしてる。もう当たるかなと思って当たるんですよ。でここ踏みつけるわけ、踏みつけるんだ、踏みつける、で投げる、うまくいかない。何もかも、もう俺にはホムヒカで全員を圧制するしかない。殺しかいない。投げすぎ、俺も投げるじゃん。